皆さんこんにちは、日刊シェスケの看板娘です。大家好、我是日刊シェスケの小荣、のんちゃんです。風っぽいね、声が。有一点点、風邪気味。来週は春節のお休みをいただきますので、日刊シェスケのメルマガリスニング解説ともにお休みとなります。お休みの間も復習を忘れないでくださいね。ELC 春節放假一个星期、大家要好好复习。春节期间我要回老家的。そうですね。大家、日本的话我们春节放假吗？日本はそのまま普通に仕事です。那大家也要好好复习。好像三月份参加 HSK 考试的朋友很多。加油加油。頑張ってください。はい、では今週の問題に行きたいと思います。お願いします。好的。听力原文难。宝贝女儿，快带弟弟去睡觉吧，明早带你们去博物馆玩。女，什么叫博物馆啊？我想去动物园。问，男的和女的是什么关系？选项 A， 父子 ；B， 父女 ；C， 兄妹 ；D， 姐弟。はい、皆さん聞き取れましたか？ロンちゃん、ポイントの説明をお願いします。这个星期的句子也很短，然后也比较简单。第一个是宝贝，是对亲爱的人的昵称。多指年轻的小辈，比如说长辈。叫孩子会叫宝贝，或者是叫名字宝贝什么什么，然后有时候呢恋人之间也会这样子。男的叫女的宝贝，或者是女的叫男的宝贝，比较亲密的。然后日语是可愛い子供 baby 是吗？这样读的吧。对，日本語難しい。第二个是明早，也就是明天早上，这个比较简单，明日の朝。最后一个是想加动词，何々をしたい，这个大家应该也都学过。这个星期的句子很短，然后很简单，这几个希望大家注意一点，也没有其他的重点。以上です。はい。日本語訳はいい訳ですね。お利口さん、早く弟と寝なさい。明日の朝二人をどう博物館に連れて行くからね、と男の人がいたんですね。そしたら女性というより女の子でしょうね。何が博物館？私は動物園に行きたいの、と言いました。はい、答えを発表してください。答案是 B、妇女。这里的女性就是这个男的的女儿。そうですね。今回は多分ポイントはもうまさにこの最初の宝贝女儿ってことですかね。但是有些朋友选择了 A、父子，可能是听到弟弟这两个字，所以有点搞不清楚。そうですね。この男の人と女の人の関係は何という質問なので、B の、 このお父さんと娘というのを選んでください。出た、正解者たくさんいますね、発表してください。好的、这个星期的正确者的名单呢是到今天中午12点为止的。今天是星期三，因为我们是提前录像的。然后因为よしこさん要明天回日本，所以日刊上面也没法刊登。然后我们这边明天开始的朋友的邮件也没有办法公布，所以我就读一下，今天中午为止的朋友的名字：有桑桑、朱泽桑桑、三香桑、高竹桑、惠桑、兔子桑、ドラゴン桑、横尾桑、金哲桑、豆里丸桑、嘎达桑、木神郎桑、西毒欧阳锋桑、伊南米桑、拿出桑、艾达桑、雷嘎桑，还是利嘎桑，都可以吗？好的。蛤蟆鸡桑、鶴桑桑、塔卡酱、尼尼基桑，以上でした。要是我把你们的名字读错了，记得告诉我。はい、新しい人いますね。ニックネームもし読み方間違えていたら教えてください。今日の正解者は、水曜日のお昼前の人たちですね。はい、也很多。谢谢大家。はい、続いて、TCA ですね、書き取りです。お願いします。请概括下我们今天学习的内容。はい、もう一度ゆっくりお願いします。请概括下我们今天学习的内容。はい、日本語訳は今日習った内容をまとめてください。大家这一句一定要记住，因为老师上课的时候可能快结束的时候会对大家说，大家概括一下今天学习的内容，或者是总结一下，都是差不多的意思。はい、正解者は誰ですか？
这个听写的正确者的名单也是星期三中午以前的朋友的名字。下面我读一下：三香桑、有桑桑、朱泽桑桑、高竹桑、惠桑、兔子桑、南桑、有口桑、金泽桑、豆泥丸桑、木神郎桑、井蛙桑、亮大桑、哪出桑、爱大桑、雷嘎桑、米命桑、扣一起桑、蛤蟆鸡桑、石头桑桑、米酱一九的西达。嗯，要是我把你们的名字读错了，记得发邮件告诉我。嗨，蛤蟆鸡桑，小小的。说比较忙，所以最近没有听。嗨，では続いてロンちゃんからの中国語講座です。今日はピンセに出てきた。对的，今天就是想跟大家说一下，刚才我们听写里面的有一个概括下。这里有一个朋友跟我说，我听的时候好像是概括一下，但是又好像没有一。其实我们这一次是没有一，是概括下没有一。但是概括下和概括一下意思是一样的。口语中呢，经常省略一。比如说，我做了汤，然后让你喝下看看。飲んでみて，然后或者是你买了一个新东西，我想看一下，我可以说你给我看一下嘛。这种感觉，朋友之间ちょっと見せてよ这种感觉。然后还有比如说我去买圆珠笔的时候，我跟老板说我写一下试试，ちょっと書いてみます。等等，这种说法很多。这些动词加下的用法就是大家学过的动词加一下的用法，所以呢要注意一点。はい、これはシャーとイシャーの使い方はほとんど一緒ってことですかね。差不多。そうですね。口語中经常省略掉了。特にそう早く話してるとイシャーもシャーもあんまり変わらないように聞こえるかもしれないです。はい、そうですね、あんまり意味は変わらないんですけれど覚えておいてください。はい、今週のメールはどうでしたか。春節前最後のメールでした。春节前的最后一次听力很不错，我觉得这次的听力比较简单，很短，然后也没有什么新的单词或者新的语法，然后也有很多朋友跟我说原文很简单，不过也有几个朋友刚才也说了选择了 A 父子，可能就是因为听到了弟弟这个单词所以弄错了。大家可以在星期五看看我们日刊上面的听力原文，仔细思考一下为什么选错了。听写主要是错在概括这个单词上。概括有的人写成了改口，还有其他的，这都是可能是拼音听错了，然后写成了其他的单词。另外刚刚也解释了下和一下的区别，其实也没有什么区别啦。这次写了下或者是一下的朋友我都算正确了。下次注意一点，然后提前祝大家春节愉快，万事如意。はい、春節前最後のリスニングでしたね。皆さんとてもよくできました。問題が簡単だったかもしれないですね。はい、A の娘と息子っていうのを選んだ人も、おそらくそうですね、問題の中で弟弟という単語が出てきたのでそれを選んだ人がいたかもしれないですね。今回の問題は、女性と男性の関係は何でしょうという問題だったので、間違えた人はもう一回後でゆっくり聞いてみてください。はい、書き取り天性の方は概括っていう単語を間違えた人がいましたね。ちょっと難しい単語なので多分初めて聞いた人は間違えてしまったかなと思います。はい、あとはさっき説明したシャーとイシャーのところですね。特にそうですね、そんなに間違いはなくて、今回もシャーでもイシャーでも正解にロンちゃんはしてくれたみたいですね。次は注意して聞いてみてください。はい、比如说如果大家查字典的时候是不是まとめる查了之后总结，用的比较多吧，可能。そうね。总结和概括是差不多的。以后也要注意一点。概括の方がなんかこう書いたりするときに使えそうだね。总结の方が話すときに使うかな。そうですね。はい、間違った人チェックしてみてください。ではまた春節明けにお会いしましょう。那就节后见。拜拜。拜拜。